桃谷六郎太、目黒区の自宅にて、桃谷六郎太の家族と目黒の自宅、桃谷六郎太シーメンス社金属25周年時。桃谷六郎太は、日本の物理学者、シーメンス社の日本代理店を創設した、宮崎県東諸所軍を家父、村出身。父親は、宮崎県の岡で医師と裁判官をしていた、桃谷隆三で、母は、 東美の後難として誕生。宮崎県の旧制宮崎県立延岡中学校では、和歌山牧水と同窓で、校内の文学愛好会、明けぼの会に所属した。延岡中学の校友会の雑誌部長として、和歌山牧水が就任したとき、その時の雑誌部校友会役員は、古川正雄、百景、六郎太、海武一、松本倉太郎、上州。 小三郎の五人が漢字に選ばれている。延岡中学卒業後鹿児島に滞在し、その後東京に出て東京大学で物理学を学んだ。恩師の一人、寺田虎彦を物理学と文学に優れた師として尊敬して文学者への同系も強かった。一方で山登りも好きで故郷の祖母さんには何度も登山してスケッチも加えた本。 祖母だけを出版している。新宿に住んで、その後、目黒区中目黒に洋館を建築して、亡くなるまで住んだ。この家の設計者は、東京の90ビルの設計者として、国際的に著名な桜井小太郎。桃谷六郎太の妻、峰。目黒の桃谷宅応接官にて、大分初の女医、唐島敦氏の末妹で、白石正山の孫。 桃谷十三 -1907。桃谷六郎太の父親、宮崎県延岡の医師、裁判官を務めた。桃谷六郎太の母、東美。天保13年4月2日生まれ、昭和8年延岡にて撮影大分県、アジム出身の高木麗と結婚し、6人の子女を設けた。長男、龍太は、東芝勤務、次男、岩は、溶接、三男。 サブローは、東大医学部卒業後障にか、医師、四男、A は、日本高等獣医学校卒業後、獣医師として、農林水産省勤務、娘の二人は弁護士、銀行家などに嫁いだが三女は溶接しているが、他の兄弟も、現在までにすべて亡くなっている。高木霊は、福沢諭吉の師として知られる、江戸時代後期の儒学者、漢学者、白石正山の孫にあたる。 桃谷家には、学者や医者になった者が多いが、桃谷六郎太の直系では医師になった三男の、サブロと獣医の医学研究者となった四男の、長男だけのようである。桃谷六郎太以前の系譜については、桃谷六郎太が、著作時期出版した、田原氏の系譜譜桃谷氏のことを参照した。本書は、六郎太の孫、桃谷栄一の蔵書。恩氏、 寺田虎彦先生が、祖母学再半本に、寺田虎彦先生が序文を書いてくれているので、同書より天才。六郎ろ多種の人や生き方が見える。桃谷君は、東京帝国大学でしじるし物理学を、おさめ立業後は、世界的に信用のあるドイツの電気機械製作会社、シーメンス・シュッケルト社の東京支店員となり、今日では、もうかなりに古参の方で洗うと思われる。 物理学者であり、同時に、会社員であるところの桃谷く君がまた同時に、祖母学の著者であるということは一寸考えると不思議なことのようにも思われる。理解のない世間から概念的に想像せられる、物理学者なるものは、おそらくただ生命のない物質とエネルギーの数理的関係にのみ、没頭する仙人のようなものであるかもしれない。一方でまた、ドイツ電気会社の定員といえば、 灰からで女才がなくて、そうして、鋭利に、罰目のない世間人であるらしゅう思われるかもしれない。これの甚だしく体足裏的に見える二つの肩書が一人の、桃谷君んにおて、完全に融和しているという事実は、道君が、祖母学の著者であるということによって、十分に説明されるように私には思われる。昭和7年2月1日、吉村冬彦田原氏の系譜、桃谷六郎太長。 ありがとうございます。